さあ皆さんでその歴史の1ページ、新たな1ページ刻まれる瞬間コールを、いや、みんなで聞きたいと思います。本当に今日ボクシング初めてご覧になった方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、本当に歴史なんです、歴史が作られる瞬間なんです。さあ聞きましょう。 Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a unanimous decision, all three in favor of the winner and still champion 西岡ラスベガスで勝つ、7度目の防衛戦成功です。西岡利明スピードキング、アメリカでラスベガスで勝利しました。日本人初めてです。よくやりましたね。嬉しいね。ベルトも一緒です。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい試合でした。代表浜田剛代表、うん、いや本当に良かった、まあ、本当それ一言だ、本当良かった、ありがとうございます。まあこれだけの大舞台で、まあ、まあハラハラしたんだけど期待通りやってくれた、ありがとう。ありがとうございます。香川さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう本当にもう日本全ボクシングファンを代表して本当にボクシング見てきてよかったです。本当にありがとう。こんな瞬間を迎えられると本当に嬉しい。ありがとうございます。そんなに喜んでもらえた、本当にありがとうございます。僕はリングの上で結果を出すだけっていうその仕事だけに集中できたんで、うん、もう本当も応援してくれたファンの方とジムスタッフと会場マネージャーとね、もう感謝の気持ちしかないですね、はい、WBC 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチは西岡俊明がラファエル・マルケスを判定の末下しまして7度目の防衛に成功いたしました。ああ思い起こしますね。もう3ヶ月ほど前ということになりますが、はい、やっぱり1位でしたね、はい、西岡さん1位おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいです、やっぱり頑張って帰りましたね、ラスベガスでね。あ、そうですね、もうこのエキサイトマッチで1位を取れるっていうのはね、もう本当コアなボクシングファンの、声なんで本当嬉しいです。実はですね、ファンの皆さんからの声がもうダントツに高かったんですよ。あ、本当ですか、ファンの皆さんも認めてくださったということなんですね。嬉しいですね。でジョーさん、まあご本人前ですけれども、これを成し遂げた価値がすごいことをやったわけですよね。改めて言いますけど、ラスベガスでも言いましたけどね、やはりハイリスクハイリターン、リスク大きい分その分リターン、その報酬あるいはその評価というのは高いもありますね。で、まあ、イスラエルバスケスと戦い、マーク・ジョンソンと戦い、ティム・オースティン、ラファエル・マルクス、ビッグネームですよアメリカ。それにあれだけ鮮やかに勝ったっていうのは、ね、価値大きいですよね。そしてこの方から祝福のメッセージが届いています。ご覧ください。香川照之です。西岡俊明選手、本当に今年はおめでとうございました。盤石の勝利2つ、そのうちの1つ、10月1日本当に日本ボクシング界の歴史が動いた試合、やがては以前のファイティング原選手とそれこそエデル・ジョフレの試合だったり、さまざまな語り継がれる試合のように伝説になって DVD で見続けるのでしょう。本当に全日本のボクシングファン、そして今後もボクシングファンになる、まあ、若者たちも含めて、その全てがこの試合を覚えていくでしょう。本当に、このマルケスを倒した試合、判定で勝利した試合、この試合が、まあ、今年の本当に僕もベストバウトだと思います。本当におめでとうございました。香川さんもラスベガスはめちゃめちゃテンション高かったですけどね。最後涙もされてましたし、ね、まあ、長いことやってますけれども、日本人の選手がこの1位を取ったのは初めてですから、これもやっぱり価値があることだと思います。でこのように日本人の選手が日本の選手と言い換えてもいいと思いますけども、ジョーさん、海外で頑張るというのはやっぱりどん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 こういう選手が増えてきてほしいですね、うん、今年は多かったですね。ハメガイ選手、して下田選手、リナレス選手、あ、まあこの辺がですね、海外でその、まあ、佐々木選手も世界挑戦しましたしね、した石田選手は向こうで、その衝撃的なね1ラウンド KO 勝ち飾りましたし、だからね、やはりフロントランナーっていうのは言って先を走ってくれますよね。みんな最初に西岡選手も言いましたけど、あとで続くんですよ。だからそれは大事なことですね。浜さんもちょっと海外へ羽ばたけという意味で一言いただきます。まあ西岡がトップになったということはやっぱり、視聴者の方が選んでくれて嬉しいですね。あとですね、
これだけ日本のジムの選手たちが、まあ、数人ですけどエキサイトマッチに出たというのは初めてじゃないですかね。本当に多くなりました。じゃあ、来年の抱負という意味で、まず解説のお二方にビッグマッチ、期待するビッグマッチ、はい、で、西岡さんには、まあ、抱負を込めてね、そういったものを聞いてみたいと思います。じゃあまずジョーさんからちょっとフリップに書いていただきます。はい、さあ、やっぱり見たいですね、うん、やはりね、そのマッチメイキングというのは旬っていうのがあるんですよ。もうそろそろ実現しないとね、うん、旬を過ぎますよね。だから、まあ、パッキャオメイウェザー、あるいはメイウェザーパッキャオ、これはぜひ実現してほしいですね。じゃあ浜さん、まあ、私はチャベスジュニアとセルヒオマルチネス。なるほどなるほど、まあ、今一番強いマルチネスですね。そして強くなったチャベスジュニア、来年は実力がどうなってるか分からないんですよ。分かりますね、これは面白いそうですね。さあ、そしてチャンピオン、おお、なんとご自分の名前がそして相手はドネアです。これ一言いただきました。いや、まあ、これしかないでしょう、はい、確かに、はい、究極ですよね。そうですね、実現、まあ、の代表としてはどうですか。これ今ドネアサイドと進めている最中です。あ、そうなんですか、はい、もう見たいし喋りたいし本当にこれ夢のカードですし、かなり実現高いですね。はい、期待します。ありがとうございます、はい。さらにですね、香川照之さんにもお話を伺いました。さて、2012年、どういった試合がファンの間で待たれているか、これも皆さんもう本当に頭の中でもういくつか必ず出てくる試合があると思います。まあ、もう本当に一番ってはですね、やはり西岡俊明対ノリトドネア、もうこれがですね、これがあった日にはもう本当に日本人全員ラスベガスに行くと、あるいはフィリピンに行くのか、あるいは日本に呼ぶのか分かりませんが、本当にこの西岡選手とドネアが WBC のスーパーバンタム級のタイトルをかけてやるとですね、もう本当にまた歴史が動く、もう歴史が震撼するという試合になると思います。さあ、そしていつの世も語り継がれてきたヘビー級ですね、クリシコ兄弟の馬上を結局2011年デビッド・ヘイが崩すことができなかったということになりまして、落胆の声は大きかったんですが、まあ、ジョー・フレイジャーが亡くなった2011年、本当にこの生まれ変わりのようなパワーのある、そしてスピードのあるファイターの黒人の選手が出てくることを望みますが、ちょっと今の段階では期待が薄い。このクリチコ兄弟の牙城がどうなるのか、まあ、これも2012年の一つ展望であると思いますが、まあ、この2人の王座は続くんでしょうね。そしてもう一つですね、私がどうしてもちょっとコアに選んだこの期待のビッグマッチ、こういうことです。この全勝対決、ジョセ・サウル・チャベス・ジュニア対サウル・アリバルス、まあ、どのクラスでやるにしてもですね、この2人はちょっと対決は避けて通れないのではないかと、2012年非常に期待しております。まあ、僕の予想では判定でアルバレスと、下の階級でありながらアルバレスが勝つんですが、もしやっていただくと非常に期待ができる効果だと思います。さすがですね、カナさん、そこ来ますかというところについてきましたけど、ジョーさん、実際に実現の可能性というのはどうなんですか。今いろいろカード出ましたけど、だからね、そのやはりチャベスジュニアとサウル・アルバレス、メキシコ の、 そのドルバックスター同士でね、こういうのもその可能性はありますしね。それで浜さんがその、チャベスとそのマルティネス、これもありますよね。で、最も可能性高いのは西岡とね、期待したいですね、はい。2012年、世界のボクシング界大いに盛り上がっていくことは間違いなさそうです、はい。